いないなーい。あ今日は初めてフォルテ君のジュニア、タッくんが知り合いの方と会います。ちょっとね、キョトンとしてるんですけど、今まで家族の人たちとはたくさん会ってきたんですけど、見知らぬおじさんだとどんな反応をするのか、タッくんの様子を見ていきたいなと思います。もうちょっと視線の先にいるので少しフリーズするのですが、まだ大丈夫みたいなので、おー、なんか愛想を振り出した。いないいないバーの先が見知らぬおじさんだったらバージョンでやっていきたいなと思います。早速一発目は僕行きたいと思います。いないいないバー。もう行こうか。いないいないバッ。たくんたくんパパ、ちょっとマスクだとね、わからないみたいですね。パパ、それではね、ミキさんバージョンでいきたいと思います。じゃあ僕の声でいきます。いない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 バー。明らかにやっぱ反応違う。違うね、違うね。一回ちょっと考えたから、うん、だいぶ考えた。誰いないいないバー。いないいないバーというわけでね、検証結果はちゃんとやっぱね、判断できるようになってね、成長してました。もう6ヶ月なのでね、まあ、人見知りを始める頃だと思うのですが、なんか今のところ朝だので機嫌がいいので、まだね、発動されてないみたいですね。なったくん大丈夫そうね。ひいおばあちゃんの時にはね、この前抱っこした時には人見知り発動して泣いちゃったんですよ。だけど朝なので機嫌がいいのでね。よいしょよいしょ。なんかフィット感がいい。フィットしてどう？ハムみたいじゃん。喜んだよ。ダルダマやん。ダルダマよかった。やばいぞそれは。やばいぞ。ヒーバーちゃんこの動画見たら悲しむぞ。というわけでね、まあなんか人見知りはねまだ大丈夫みたいです。この前なんか発動したんかな、急に。ねえ、そう。ミキさんはね、僕のピアノの調律師なんですよ。めっちゃ機嫌がいい。もう大泣きするって、大泣きするんかなって思ったけど、朝すっごい調子がいいんですよ。というわけで皆さん、バイバイ。